こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ようやく動き出した F2 後継機。次期戦闘機への予算が決まった中、111億円という予算が計上され、開発が進むことに。それと同時に、F-35A の国内組み立てが継続となったのが同時に飛び込んできた F-35A の墜落事故の件もあり、国内での F-35A ステルス戦闘機の組み立てが見送られていたが、ここへ来て予算の削減と経費見直しによる国内組み立てが継続となる F-3 ステルス戦闘機への一歩が進むことになるが、この間、新進の全方向から見れる見学会が行われた。やはり、次期戦闘機への転換が防衛省でも進んでいるのだろう。一昔前の日本独開発ステルス戦闘機少し、新進について説明していこう。2017年10月末、先進技術実証機 X に、いわゆる新進の名称で呼ばれていた機体が、2016年4月から30数度の飛行回数を重ねて、その実証実験を終了した。この新進という通称は、日本一の高さを誇る霊峰、富士山の別名であり、その名称からも、同期に寄せられた機体の高さを伺い知ることができるだろう。2019年現在、日本は国産の F2 戦闘機を実戦配備しているが、この新進の存在は、それに続く国産の次期 F3 戦闘機に向けたものと捉えられている。しかし、現実的には、現状の F2 戦闘機の開発に際しても、結果、アメリカの F-16 戦闘機をベースとすることが政治的な折り合いから決定された過去があるようにかなり厳しいだろう。これは当時と比較しても戦闘機の開発を自国のみで行うには膨大なコストとなっており、このコストを負担することが極めて難しくなっていることが大きな問題として横たわっている。もちろん、何も、こうしたことは、日本に限ったことではなく、ヨーロッパ各国でも、同様の状況であり、近年一国で戦闘機開発を実施しているのは、もはや、アメリカ、ロシアなどの少数の国のみだ。2019年8月時点では、F2 戦闘機の後継機の開発費用を、2020年度の予算内に盛り込む方向性が打ち出されているが、やはり自国単独開発ではなく他国との共同開発が示唆されている。具体的に有力視されているのはアメリカのロッキード・マーチン社との共同開発であり、F-22 戦闘機と F-35 戦闘機のミックス型とでも言うべき計画が、取り沙汰されている。そもそも、買って、日本は、強力な制空戦闘機を求めて、F-22 戦闘機の導入を希望した経緯があったが、アメリカが、同戦闘機を、自国内のみの使用に限定したことから、果たせず終わった。そのため、F-35 ステルス戦闘機を、その代わりに導入することになったが、こちらも、すべて、完成品をアメリカから購入することとなり、自国での戦闘機開発からは遠のいている現状がある。他の兵器でも同様だが、開発コストを考慮すれば購入することに、メリットはあるものの、防衛産業の技術の維持、発展を考えれば、そうとばかりは言い切れない。ジレンマが存在している。
進進においても航空機としてのステルス技術や飛行時の姿勢制御技術などのテクノロジー開発にその傾向が大きいとされ、自国開発を要望する声につながっている。ちなみに、進進で最も実用化の可能性が高いとされているのは IHI 社製の機関部であり、出力的には十分使用に耐えるものとして現在も開発が継続されている模様だ。また、ステルス戦闘機に必須の要素となっている点が、各種兵装を機体内に収めるウェポンベイの技術であり、これまでのような主翼や胴体下に喧嘩する方式とは根本的に異なる点だ。なぜならば、このウェポンベイを装備していなければ機体のステルス性が大幅に損なわれることを意味し、せっかくの戦闘機が敵に容易に探知されてしまうことにつながるためだ。高速で飛行する戦闘機において、兵装を収納する扉となる開口部の面積は広く、その広さにかかる空気抵抗に耐え、かつ正確な動作が求められるという高度な技術の塊と言える。ただ反面、今後の航空戦力のあり方について、こうした有人のステルス戦闘機がいつまで主流足り得るのかという、戦術ハード面の変化にさらされていることも事実だ。すでにアメリカをはじめとして AI を搭載した完全自律型の無人航空機が実用化されてきており、いずれ戦闘機にもこの波が押し寄せてくることが予想され始めている。一気に無人戦闘機まで行き着かない場合でも、複数の無人戦闘機を母機である少数の有人戦闘機が、統率する可能性なども含め、非常に不透明な状況だとも言える。驚くべきことに、こうした無人戦闘機は、従来型の有ステルス戦闘機よりも、低コストで生産が可能とも、伝えられており、近代戦のテーゼを覆す存在となるのかもしれない。また、先ほど触れたウェポンウェイへの兵装。つまり、そこに収納するミサイルの高性能化を指摘する声もあり、こちらの進化も、戦闘機そのものを無効化する存在になりかねない。そうした場合には、有人戦闘機における運用上の最大の課題の一つでもある、搭乗員の育成という時間的、費用的な課題をも省力化させ、戦術面や戦略面の転換すら予想させる。そうは言っても、直ちに現在の戦闘機という存在が一挙に不要となるとは考えにくいため、現状の第5世代戦闘機に続く開発を中断することは、得策とは言い切れないだろう。くしくも F-35A ステルス戦闘機の導入を決定していたトルコが、ロシアのミサイルを購入したことを理由にその引き渡しを凍結されたように、購入への依存はリスクを伴っているからだ。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。ようやく日本では F3 ステルス戦闘機開発費が献上され、これから進み出す。一方で購入予定の F35 ステルス戦闘機は、未だ欠陥と言われ続けているが、完璧を求めてはまだ完成していない。やはり、どんな装備品でも運用しながら改善していくのが当然。アップデートを繰り返しながら完璧へと近づく。F35 ステルス戦闘機も完全ではないが第5世代戦闘機としては、トップと言える。私も開発当初の映像や写真を何度も見ているが、今ほどかっこいい機体ではなくどっちかというと、デブッとした感じがあった。今の F35 戦闘機はとてもスマートでかっこいいしなんと言っても、ヘルメットの情報量には唖然とするほど高性能さがわかる。ヘルメットもそうだが、すべてにおいて次世代を目指す。いまいちなのは、アリスシステムが完全とまで言っていない状況だ。このシステムさえ本格稼働するなら、隊員たちの業務が減らせるのは間違いない。F35 ステルス戦闘機について、これから開発当初の出来事を、話していこう。きっと、今の状況からは見えてこない映像が、見えてくるのではないだろう。続きはこの後。アメリカのロッキード・マーティン社が F-35 ステルス戦闘機の開発を始めたのは18年前に遡ると言われています。もともとは F-35 戦闘機単体の発注が始まりで、予定は10年ということでした。現在は3タイプの F-35 があるのですが、はじめは一つの F-35 戦闘機として発注したのです。ふと気がつくと、今は3つのタイプが当たり前になっているのですが、仮にこの3タイプの同時開発が行われていなかったら、F-35 ステルス戦闘機の導入はもう少し早まっただろうと思われます。しかし、次世代ステルス戦闘機が3タイプあることによって、また違った作戦実行の可能性も考えられます。と言っても、F-35 ステルス戦闘機の3タイプ開発に変更したことによって、時間は18年間へと伸びてしまいました。今でも、バグや重大な欠陥など、決して多くはないのですが、やはりあるので修正作業が急がれます。作業が増えるということは、当然のことながら経費が膨らむということです。開発費が膨張し、なんと340億ドルという高額に達してしまいました。その結果として、現在の F-35 ステルス戦闘機が登場したのです。F-35 のサイズは F-16 戦闘機よりも少し大きいくらいですから、さほど大きくないということはわかります。しかし、ステルス戦闘機として考えた場合には、これぐらい小さいサイズに仕上がっていることの方が、素晴らしいと考えられるのです。小回りという点を考えれば、小さい方が融通が効くことは当然ですよね。現代の戦闘機は、プログラムが重要なキーであると言われます。確実なのは、アナログからデジタルへの時代革新でしょう。実際に操縦するパイロットに負担が大きいというのは、
素人が見てわかるのですが、操縦席は一見シンプルですが、実際の操縦にあたってはその操作方法をすべて覚えていなくてはならないのです。パイロットが頭にすべてインプットしていなければ、F-35 ステルス戦闘機を使用することはできないと推測されます。ただ空を飛ぶだけが任務というのならいいでしょうが、国防に関わる極秘任務となれば、操作方法が頭の中に入っていないと行えないでしょう。マニュアルと首っ引きでというのはありえないことです。ちなみに、ヘルメットも F-35 用に特殊なものが開発されているそうです。つまり、今のコックピットは以前のアナログ機器がひしめくものとは全然違っているということです。飛行範囲に関しても F-35 戦闘機も違っています。F-35A、C の2機はいずれも 1240km で同じですが、F-35B は極端に異なり 935km と狭くなってます。ですから、補完する意味で、護衛艦いずもの改修計画が決まっているとも考えられます。F-35B ステルス戦闘機の飛行範囲は極端に狭いのですが、小さい空母型にも運用可能です。F-35 ステルス戦闘機は言うまでもなく、高性能な機体ですから、それが運用できるのは大きなメリットとなります。F-35 戦闘機がすごいということは、実際、多くの人が知っていることです。実は、こんな話があります。予告なしに当然現れた F-35 ステルス戦闘機が着陸して、すぐに離陸したという噂です。本当なら、フットワークがとても軽いということで、このエピソード一つでも、性能の良さが伺えます。ただし、なおをもって完璧にできるか、それが判明するのは、まだまだ先のことでしょう。実際に F-35 の運用ができればいいのですが、将来的には、世界中に F-35 ステルス戦闘機が飛び交う光景が、見えるようになると思われますし、実際、アメリカを中心に、日本の同盟国には F-35 の導入が進められている状況です。世界は西側と東側陣営に分かれますが、果たしてどちらの戦闘機がより優れているのかは今後明らかになってくるでしょう。しかし、ステルス戦闘機だけではなく、次世代戦闘機の開発も急務と考えられます。となると、IT 時代の昨今、機体には当然ロボットが導入されるでしょうし、無人での操作など様々な開発が進んでいくことでしょう。一つの開発が終わるとまた次の開発をという流れになっていくのは当然といえば当然のことです。となると、日本も周辺国の脅威というものを考えて、今後の防衛面を考えていかなければならないと思われます。言うまでもなく、一番近くの国が一番危険なのではないかと考えられるからです。